アロサウルスカーリソアリデイは、中型から大型の二足歩行動物である、真獣脚類アロサウルス浄化に属する恐竜の、タクソン、ジュラ機構機に栄えた。アロサウルスカーはかなり古くから知られる、分類群で、オスニエルチャールズ・マーシュによって1878年に命名された。その際、アロサウルス、エレクトプス、サウルファガナクスの三族を内包するとされた。 その後、アントロデムス、エパンテリアス等、多くのタクサがこのグループにぶち込まれた。アントロデムスは、アロサウルスより前に記載されているが、当時から疑問名扱いだったので、アロサウルスが無色族となった。アロサウルス化を構成する族の一つエパンテリアスも、アロサウルスの大型種という意見や、特大のアロサウルスフラギリスであるとする説がある。アロサウルス化は、 速報への上昇が制限された、虚骨、外側の関節球よりも内側中央部、及び関節球の表面を横切る、水平行を特徴とする。アロサウルス化は、一時期は、極めて広く放散したグループで、南極大陸とインドを除くすべての大陸で、メンバーが発見されていると思われていたが、重脚類研究初期において、 アロサウルス的なカルノサウルス類がすべてアロサウルス化に分類されていただけに過ぎなかったり、分岐分析に基づく再検討の結果いくつかの禁煙属がまとめて独自のトガとして区別されるなどしたため、現在アロサウルス化に残されているのは独自性が疑わしいものを含めてわずか三族のみであり、北米とヨーロッパのみの分布となっている。アロサウルス化はモノルフォサウルス属。 シンラプトルカ、ネオベナトルカ、カルカロドントサウルスカなどと共に、アロサウルス上下を構成する。アロサウルス上下のアロサウルスカ以外のメンバーの大半はもともとアロサウルスカに含めれていた。このグループは、鳥類やティラノサウルス類を含むコエルロサウルス類の姉妹群である。アロサウルスカと他の獣脚類の系統樹。エディとクラークの2011年の論文参照。ありがとうございます。